先生、ダンスの話をしたいんですけども、1週間で新しい作品作られるってどういうふうに作ってらっしゃるんですか？僕もきっちり振りをつけることもあったんですけど、最近は全然忙しくて先生の場合はどんなふうに作ってるんですか？多分だから基本的に即興じゃないですか。先生全部即興？基本的には。で、今日はちょっと稽古場借りてるところで、バーレッスンはやってきたんです。一人で一人でバーレッスンやってきたんですか？そうすごいですね。お一人で稽古してたらちょっとサボりたくなりません？いや、あとは寝てますね。でしょ。やっぱり仲間がいないとどうしてもね、加減しちゃいますよね。女の子来るときは、女の子でここ教えてるわけでもなんでもないので、勝手に二人でやるの。そのときはちゃんとやるの。一人だとやっぱり。サボりますよね。横になったりとか、力加減もええ加減だったり。考えようとか言いながら見ちゃうとか。この暑さだからしょうがないと思いますけど、先生、今日の作品は何かタイトルあるんですか？今日は一応ね、タイトルは特にないんですけれども、今日何の日でした？終戦記念日、1月15日、土曜日。そんなイメージで。じゃあ即興っていうことで、終戦記念の何か、先生、戦争体験してます？してませんよね、まだ。してないです。僕は1942年ですから、1941年の12月8日が新庄ですよね。僕は1942年の1月13日ですから。1月なんですか？そうなんですよ。13日。太平洋戦争って言いますね。だから、その頃戦争が始まって、日本が一番すごい時なんですよ。新庄を潰して。わーっていう時に、ね、太平洋を治めるっていうのは。花輪幼児の幼児ってそっから。びっくり。今日は花輪先生のネーミングの由来を初めて聞きました。幼児は太平洋に治めるんだけども、太平洋戦争と関係があったんだ。それは早く治めてほしいと。僕の同級生はだから洋蔵とか洋介洋一、全部洋がついてるのが多いんですよ。じゃあ先生の時代の人はその太平洋戦争を治めるとか、例えば先生、そういうネーミングなさったんですね、皆さん。まあ、らしいですよ、親は。いやー、ちょっと今すごいいい話聞いてびっくりしました。感激です。そうですか。はい、もう戦争起こらないようによろしくお願いしますね、洋治先生。太平洋を治めるっていうのはちょっとね、すごい。素晴らしいですね。じゃあ今日は太平洋を治めるっていう初めてネーミングを、先生のネーミングを聞いて、もうちょっと歴史と関係あるのでちょっとびっくりしましたが、ね、この後とってもその太平洋を治めた人のダンスをちょっと厳しい目で厳しいダンスを厳しい目でやっちゃう。本当ね、難しいですよ、曲ね。曲は難しいですね。ぜひトライしてみてください。もう先生のやつも。こうやりながら今悩んでるんですよ。ちょっと悩むのやめてください。ありがとうございました。浜井先生でした。